ないですね。楽しいね。このお船に乗ったとき分かると思うんですけども、あったり騒いだりすると揺れて危険ですんで気をつけてください。あ、なんか何もね、大の大人があったり騒いだりすることはないと思うんですけども、このお堀には鯉や船の他にボラという魚が住んでおりまして、ボラはびっくりすると飛び跳ねる習性があるんですね。だから稀にこのお船にびっくりしてボラが飛び込んでくる場合があります。すると今度はお客さんの方がびっくりして飛び放ちてしまいますんで、もしボラが飛び込んできても冷静にちょっとボラをお堀に返してあげてくださいね。あ、フィッシュ。結構地で言うのは簡単なんですけども、ここのボラはハマチみたいに大きくてね、パッタパッタ暴れるし、その上めっちゃ臭いんですね。いや、飛び込んできたらほんまびっくりすると思いますけども、その時は冷静に冷静によろしくお願いいたします。No, 1 meter is a little bit taller than me. No. Where's Tom? But I think, Marcus, I think before it used to be as high as this wall, see? So it'd be 2 or 3 meters. What? Shall we put more rock before? Oh, it's deeper. So at least half a mile. We don't need it to use.白壁と岡口門で、あ、クジラ、クジラ、本当だ、塩吹いてる。あれ、本当でしょ。クジラ、クジラに見えるね。はい、右手に見えてきました。クジラ、これは何？実はこれもね、歴史的には重要な意味があって、昔お殿様が寝静まった後にお堀の外から敵や泥棒がそーっと侵入してきても、ここで飼っていた鳥や獣がギャーギャーと騒いでお城の中に異常を知らせてくれたんですね。そう、今でいうセコムやアルトックのようなセキュリティがここでなされていたんです。すると正面に見えてきました12個の穴の白壁から指輪や鉄砲で日を迎えたんですね。おわぁ、せーの、What animal? Is it a tamed animal or a wild? Tamed? Like a dog or something? Or like a wild?
全国で2番目。それも姫路城に次いで昭和10年に国宝に指定されました。ただね、そんな立派な天守閣でしたが、悲しいから昭和20年7月9日、第二次世界大戦和歌山大空襲の日に一夜にして焼け落ちてしまい、現在の天守閣は昭和33年に市民の寄付を募って再築された鉄筋コンクリート造りの建物になっております。それでもね、白くて綺麗な立派なものですので、後でこのお船に乗ってその天守閣が見えるところまで進めてまいります。おーし、ところは現在和歌山城正面玄関表門にかかる橋、池の橋を進んでまいります。ここにはたくさんの声が聞こえてますよ。橋の上からみんな絵を見ているんでね、鯉も賢くて人の気配がすると口をパクパク開けてパーッてきます。安心してください、この船にもなっていますので、船が近づくと、行かれないようにずっと行ってくれます。なんかいいっすよ。さて、今皆さんが乗ってもらっているお船は、手作りの木船で、熊野川という川から持ってきました。紀伊半島の東側、奈良県と三重県と和歌山県の県境を流れている川で、紀伊山地の霊場と参詣道として、日本で唯一川の参詣道としても世界遺産に登録されている川です。昔はあれの熊野詣でといって、江戸や京都、全国各地から熊野を目指して切符をなしてお参りに来てくれた場所なんですね。そこでは上流にあります熊野本宮大社から、下流にあります熊野早玉大社までの約30キロの川の出しを参拝者を乗せて、このような木舟で移動していたそうです。今でもね、形はこれと同じで一回り大きな船で、熊野川観光川下り船として運航していますよ。そこで谷上さんとよっちゃんが川の上に住んでおりまして、熊の杉を切って一人でこのような木舟を作り続けてくれております。あちゃ、正面右手に見えてきました14階建て広い建物が和歌山市役所ですね。お城の目の前に市役所がございまして、また最上階が食堂になっております。大変見晴らしのいい食堂で、天守閣を目の前にして天守閣とほぼ同じ目の高さにご飯が食べられるということで、ただ今日はこの正面西の丸広場で何かイベントやってますね。キッチンカーがたくさん来て、いろいろアイスクリームとかサブレも出てきたりと、いよいよここを左に曲がりますと、この最大の見せ場でもありますお箸のローカットフェスティバルが見えてまいります。和歌山県の絶景ポイントのうちの一つ、大橋の丘と天守閣ですね。綺麗だね。昔はお殿様と一部の月の人しか渡れなかったんですけども、今は誰でも渡ることができます。その昔この左手には大奥がございまして、左の大奥から右の西のまでお殿様が行ったり来たりするためだけに架けられた渡り廊下なんですね。当時のその大奥には約400人の女性の方が住居しておったそうです。全国にたくさんのお城がある中で、そのような大奥あったのは江戸城とこの和歌山城だけあったそうですよ。はい、
次は白川をくぐって次はもみじ谷庭園へと入っていきます。もみじ谷庭園です。わーすごい、アーチだ、見て。ここは名前の通りもみじの時期になりますと赤や黄色で大変綺麗な景色になります。これ話ですが、お殿様が自分の敷地の中に、お城の中にもう一つ別荘を作ったような場所が、この石の丸ないもみじ谷庭園です。この小屋は旅客と言いまして、お殿様がのんびり釣りをしたり、昼寝をした場所ですね。天魚閣の後ろの坂道を登っていきますと、交渉庵と言いまして、有料ですが、お茶とお茶菓子を出してくれるお店になっております。和歌山市出身で、和歌山市の名誉市民でもあります、松下幸之助さんが、この和歌山城に寄贈してくれた施設です。昭和33年に天守閣を市民の寄付で募った時も、幸之助さんはだいぶ出してくれたみたいですよ。